ていうわけで、種族制覇のモンスターは、まあ苦戦したのもね、何体かいたとはいえ、とりあえず全部倒すっていうことはできましたかね。で、次はじゃあ地域制覇やってみましょうか。各地域のモンスター全種類を一定数ね、捕まえることができれば戦えるようになるモンスターなんですけど、リサイド島のストラスエビトだけは前倒すことができたんでしたよね。なんでじゃあちょっとモルボルワーストから戦っていきましょうか。先制攻撃された。これは最初に輪っか行動できるようにするべきやったかもな。いっぺん逃げよう。先駆けで動けるアーロンさんを出すのは前提として、まあ、ちょっと輪っかと誰か適当に入れ替えてからね、ちょっとアーロンさんと輪っかを交代させてアタックリールをぶちかますっていう、そういう戦法でやってみよう。どうしてもこいつはやっぱ先制してくるみたいですね。聖罰入れてないからもしかしたらちょっとダメージが通りにくいかもしれんけど、硬い敵じゃなければ勝算というか、勝ち目はあるかもしれん。さあどう来る、いけるか。いけた。臭い息を吐かせさえしなければどうということはない。これも外してたら大変だったでしょうけどね。じゃあ次陶器ですかね。4コングでのギガースタイプ陶器。こいつは柔らかくないのかな。ちょっと最初にアタックリール使ってみましょうか。ちょっとアイアンクラッドの時といい、なんかアタックリールが鈍り始めてる。聖罰入れなくってもまあ一応ダメージはしっかり出てくれるみたいですけどね。これに続いてティーダがチャージアンドアサルトとかすればいけるかな。えい、クリティカルしないとあんまりなんか削れる感じじゃないですかね。倒せたんでいいですけど、意外と HP 高くないんですかね。まあ高いには近いないけど、他のなんだろうね、地域制覇の種族制覇とかと比べると少ない方なのかもね。よし次、陶器の次はクワールレギナ。カオスしてきたやつですね。混乱とか諸々が入ったカオスを仕掛けてくる嫌なやつでしたけど、1回ですごいダメージを与えればこいつも、反撃される前に倒せるかもしれん。アタックリールちゃんと成功させろよ。 OK、 アタックリール前段ね、カンストダメージ出たとすれば、まあ、120万弱のダメージは出るでしょうから、それより HP が少ないモンスターであればもう輪っか一人で仕留めることはできるみたいですね。さあどんどん行きましょうか。クワールレギナの次がヨルムンガンド。ヘビのモンスター。ヘビっつうかまあトカゲなんでしょうけど、時空神、時空が歪む。ギリギリ耐えることはできてますかね。またちょっと輪っかに削ってもらいたいのでエクスポーションしまして、こいつはカウンターとかしてこないんですかね。してこないんであればクイックトリックだけでもなんとかなるんじゃないか。ティーダはどうしようかな、まあ、HP 回復させないとティーダはねまともなダメージ出ないでしょうけど、クイックトリックって毎回こうアタックリールに頼るのも面白みがなさそうですからね。よし、じゃあヨルムンガンドの次がサポテンダーですね。サポテンダー回避が異常に高い上に、何でしたっけね、こっちから手出すとハリマンボンで反撃してくるようなやつでしたから、ここはさすがにクイックトリックじゃなくて
アタックリールじゃないと厳しい気がする。前段当てるのはもちろんとして、一撃でどれぐらいダメージが出るかも気になりますけど、ちょっと硬い。硬いけど仕留めることはできましたか。サポテンダーの次はエスパーダですかね。エスパーダはマカラーニャの地域制覇やったかな。素早いタイプの敵ですけども、見た感じ HP はそこまで高くはなさそうなんですけど、手出すとうん、なるほどね。アーロンさんが人柱になってくれたおかげで、とりあえず1回でも思いっきり削ってやらないとダメっていうのは分かった。つうわけで、いつものよろしくね。地域制覇1ページ目のモンスターはもう全部倒すことができましたかね。で2ページ目6体のモンスターがいますけど、アビスウォーム行きましょうか。あ、尻尾を使って自分を持ち上げてから地震を起こした器用なやつですね。こいつもカウンターしてこないタイプみたいですけど、動きは遅そうですからね。アタックリールに頼らずにクイックトリックとかだけで片付けられるかな。クイックトリック、あのコマンド欄の下の方にありますからね。コンフィグで記憶にしとかないと選びにくいけど、意外とあっさりやれましたね。結構体力ありそうなのに。体力の飛躍、まあまあ使えるのかな。よし、じゃあアビスウォームの次はキマイラガイストか。種族制覇より地域制覇の方がなんか倒しやすいモンスター多いイメージがありますね。カウンターしてこない。じゃあほんとなんか強いのには間違いないんだろうけど、めちゃくちゃ弱く感じるな、ここまで苦戦してると。リターンスフィア、まあ、使えることあるんじゃないかな。どんどんいけそうですね、このままだと。キマイラガイソン、次はドントンベリカ。こいつはさすがにやばいやつなんじゃないか。叩くたんびに、まあみんなの恨みでね、すごいダメージ出してきそうですから、こいつはやっぱあの1回のダメージで、ね、倒しきらないとめんどくさいことになりそう。ここはちょっと、うん、恨まれる前にいなくなってもらう。うん、の攻撃力をもっと上げるとかすればトータルですごいダメージ出るんでしょうけどね。よし、じゃあ次カトブレパスか。カトブレパス、ベヒーモスの親戚でしたよね。こいつは硬い。硬いってことはアーマーブレイクれた方がいいやつですね。ちょっとじゃあアーロンさんは聖罰で柔らかくしてもらいましょうか。よっと、敵によってはでもアーマーブレイクも無効化するやつがいますからね。こいつがその手のモンスターじゃないことを祈りたい。ガードって出ないから、こいつはもうしっかり入ってくれたみたいですね。ただ確かカトブレパス、ちょっとワカアタックリールする前にティーだ、逃げといて。あ、ダメ逃げられない。お、逃げ切れた。よし、じゃあよろしく頼むぜ。はいはい、とりあえず、うん、ティーダは安全なところに逃げてもらいまして、輪っかがこっからアタックリロードしかます。うん、アルテマやっぱりね。キングベヒーモスもそうでしたけど、死に際にやっぱりこの手のモンスター、
すごい魔法を放ってきますから、あらかじめ逃がしておきました。まあでもその必要もなかったみたいですね。普通に輪っか耐えられました。さあ地域制覇も終わりが見えてきましたかね。カトブレパスの次がアバドン、バルナの似てるモンスターでしたかね。オメガ遺跡だか真の体内だかの地域制覇のモンスターでしたけど、こいつは体力がどんぐらいかな。ちょっと硬いみたいですね。ダメージが若干通りにくい。じゃあちょっと聖罰を入れてもらわんとね。酒を吹きかける。ちゃんとお酒飲ませてあげられてないのがごめんなーってなるけどね。一応聖罰コマンド入力失敗すると、お酒普通に飲むアーロンさん見れますよ。あ、ダメだ、こいつアーマーブレイクが通ってない。硬い上からアタックリールでどんぐらいダメージが出るか。倒せさえすればいいんですけどね。頼むぜ輪っか。まあ倒せてないか。じゃあティーダメ、チャージ&アサルトも使っちゃう。まずい危なかったね。エース・オブ・ザ・フリッツもチャージ&アサルトもなんか、ティーダはドラメがパッとしないけどギリギリ仕留められたっぽいね。またエンブレム・オブ・コスモスされるとこやった。よし、じゃあ地域制覇最後のモンスターがボーバンですね。硬いやつ。とりあえず確かめる前に、まずはもう聖罰入れとこう。さっきのアバドンもそうですけど、アーマーブレイク無効化するんであれば、硬い上から地道に削っていくしかないですね。うせい。うん。聖罰は割としっかり効いたみたいですけど、シュトルンフレーム。今の輪っかとかティーだったら、変えられますね。あとはどうしよう。一応回復はしっかりやっときましょうか。アーロンさんの火力が落ちちゃいますけど、アーロンさんはもう最低限の仕事は果たしてくれてますので、まずはちょっと HP 高くしまして、クイックトリックでどれぐらいダメージが、2万7000ぐらいか。タクとシュトルムフレーム飛んでくるのは勘弁してほしいな。ちょっとメガポーション、ティーダーはもう一回メガポーション使いましょうか。硬い上からでもアーマーブレイク無効な上で硬い上から大ダメージ与えるってなると、もうクリティカルの発動にかけるしかないんですよね。ただそのためには運を上げなきゃいけない。その手段がないとなればもう、アタックリールをご了承するしかないんですけど、意外とあっさり倒せましたね。ということは、種族制覇並びに地域制覇の強敵たちはこれで全部倒せたことになりますね。問題はこいつら、アースイーター、ヒュージスピア、カタストロフィー、ブラキオレイドス、ネスラグ、アルティマバスターに神竜で、最後にまたなんかいるみたいなんですけれども、こいつらはもうなんか別次元の強さですからね。もう少し修行した上で、戦いに行こうかなと思います。とりあえず今のところは休憩すっか。
さて、まあ、休憩という名の、なんというかね、ステータス強化作業も挟まったわけですけれども、ワッカーとかは、スフィア版全体見ても、まあ、大部分を歩き尽くせたんじゃないかなと思います。まだちょっと完全体のステータスっていうわけではないんですけどね。だいぶ、これまでよりも強くなって、HP もね、限界突破できるようになりましたので、まあ、多少はやられにくくなったんじゃないかなと思っております。一応攻撃力とか素早さの上限は255とかそれぐらいまでだったのかな。なんでまだまだ伸びしろはあるんですけど、とりあえずこのステータスでもうちょっとだけ訓練場の強敵に挑んでみましょうかね。つうわけで、スピラのやる魔物が集まったんじゃ、お主を頼って正解しちゃったよ。ほんと捕獲作業頑張ったからね。わしの人を見る目もまだ曇っておらなんだか。そういうことにしといてもらおう。とりあえず地域制覇、種族制覇はね、全部のモンスター倒したわけですけれども、訓練場オリジナルのモンスターですね、まだ、まあ、7体プラス1体ですかね、いるわけでして、とりあえずちょっと倒しやすいやつから今のうちに片付けておこうかと思います。まずは一番上のアースイーターやってみましょうか。チョコボイーターの、まあなんていうか親戚みたいなやつなんですけれども、アーロンさんはとりあえずクイックトリック、いや、ブンドルでなんか取れるかな。勝負師の魂が取れるか。メガトンパンチは即死ですからね、食らったらさすがにやばいか。ティーダも一応クイックトリックやっときましょうかね。ひっくり返った、今がチャンス。ひっくり返った隙にちょっとワカのアタックリールをぶち込んでやりましょうか。今ならね、ダメージも通りやすくなってるはずですので、まずは12ヒット、攻撃力が200を超えてますので、アースイーターのケツになら、まあカンスト連発とまではいかんけど結構削れたんですかね。レア、あ、そうそう、今ねこの3人のオーバードライブタイプ、勝利じゃなくって運動ですかね、味方がダメージ受けるとゲージが溜まるっていうような形式にしてますので、まあ今みたいにフレアで大ダメージ溜まればゲージが一気にねガーッと上がるようになってるわけですよ。この状況ででも攻撃するとね、またフレアで反撃されてやられちゃうので、どうしましょうかね。ティーダにチャージ&アサルトをやってもらうかいいのかな。エースオブザブリッツよりはチャージアンドアサルトの方がダメージがでかくなりそうなんですけど、そんなことはなかったか。ティダ若と比べてまだ攻撃力は高くないですからね。フレア、若がやられちゃいますね。アタックリールをできるだけ使いたいから、まあ、うまいこと託すとかもね混ぜながらやっていきたいんですけれども、難しいかな。アーロンさんのクイックトリックなら、一応まあ乾燥ダメージは出ますけど、フレアが飛んできますからね。まあ、ちょっとアーロンさんにフレアを受けてもらって、代わりに二人がね、オーバードライブゲージを貯めていくみたいな、そういう戦法で地道に削っていくのも、ありかもしれん。はい。はい。よし。アタックリール前段99,999で、出てくれればね、一気に120万弱削れて、こういう敵も倒しやすくなりそうなんですけど、まだ倒れんか。訓練場オリジナルのモンスター、本当強さが別格ですからね。長期戦覚悟でやっぱり戦わないとダメか。ティーダちょっと空っぽになったばっかに、オーバードライブのゲージを託してあげましょうね。これでまたアタックリール、打ちやすくなるでしょう。ちょっと火力も上げときたいんで。回復ね。味方もこういろいろ白魔法とか黒魔法を使えるようになると戦術の幅がだいぶ広がった感じがしますよね。アタックリール、これが3回目かな。ケツにすごいなんかボールを打ち込まれてるアースイーターくんがだんだんかわいそうになってきますけれども、勝たせてもらうぞ。輪っかも輪っかで目が回らないんですかね。お、やった、ビクッと仕留めましたね。もっとアタックリールのダメージ出すようになるにはまだまだね、
クリティカル、運を上げていかないといけないわけなんですけど、その運を上げるのに必要なラッキースフィアをこいつが落としてくれるんですよね。ラッキースフィア、あとはスフィア版に運のマスをね作る、なんていうか運スフィアっていうのも必要なんですけど、それも調達しなければならない。ちょっとまあ次の戦闘移る前に準備しておきましょうかね。さあ次の戦闘の準備が終わりまして、アースイーターに続けて戦うのがヒュージスフィアですね。スフィアマナージュの強化版みたいなモンスターでしたけれども、アルテマ使ってくる恐ろしいモンスターでしたね。こいつもなるべく時間かけずに倒してしまいたいんですけれども、まずはどうしようかな。アーロンさんは鉄壁でもしとく。で、ワカはちょっといつも通りアタックリーやりましょうね。こいつは見た目からして柔らかそうなんで、ね、防御崩すとかも必要はない。というかもうそもそもアーマーブレイクが効かないでしょうね、この辺の敵になってくると。まあでもやっぱ見た目通り柔らかいか。アクアプレス、アクアブレスではなくプレス。すごいダメージ受けましたね。ワッカがちょっと HP 満タンの状態にしてあげたいんで、あとはどうしようかな。アーロンさんのゲージを託してあげたいけど、託すは、あ、覚えてるね。もう基本ワッカにだけ動いてもらえればいいので、ちょっとワッカ頼むぜ。次のアタックリーンでも倒せなかったらティーダのゲージも託して3回目っていう風にしましょうかね。それまでに全滅しないといいんですけど。さあ、ワカ、まだまだ回ってもらうぞ。ロックンロール。お、オーバーキル。オーバーキルっていう次元じゃないと思いますけどね。ダメージの数字的に見ても、原型をとどめられないもんだと思う。まあ、そもそもこいつは、原型っていうものはないでしょうけどね。水っぽいし。アースイーターと比べれば楽な相手だったかな。とりあえず2体目を撃破することができました。こいつがスフィア版にね、運を強化する、ね、運スフィアっていうのを落としてくれますので、アースイーターとこいつを借り続ければ、ね、今までなかなか伸ばせなかった運を強化していけるっていうわけですね。しばらくこいつらもちょっと勝っていかないといけないことになるのかな。さて、あとついでなんで、アースイーター、ヒュージスフィアと倒してきたわけですけど、続けて、ちょっと、神竜を倒しに行ってみましょうかね。神竜。珍しく水中の中で戦うことになるボスなわけですけれども、こいつもとりあえず、アタックリールで沈められるかもしれん。今の輪っかならすごいダメージ出せますからね。水中なんで、アーロンさんはね、連れてこれませんけど、リュックもリュックで。まあそこそこね、鍛えてはありますので、戦力になってくれると思いたい。結構神竜柔らかいですね。ただカウンターがちょっと痛いか。リュックのゲージを、またちょっとワッカに託しまして、これでもう一回アタックリール打ってもらうという風にしましょうかね。なるべくちょっと HP 満タンの状態で戦ってもらいたいので、ティーラは回復。リュックはちょっと待っててね。で、2度目のアタックリール。水中でも勢いが落ちることなくね、こんだけのダメージ出せるってどういう体の構造をしているんやろ。大回転、仕留めおった。神を倒した。ほんとあの、どこまでも頼りになる兄貴ですね。そして AP が凄まじく多い。ワッカとリュックは AP2 倍ついてますからね、七条武器に。こいつを倒せば、未知への翼ですね。30個集めれば、防具に HP 限界突破の改造ができるようになりますんで、割と楽に倒せましたからね。ちょっと、この後で、まあ、アースイーターとかヒュージスフィア、あとこの神竜買って、もう少しちょっとキャラクターの強化をね、測っていこうかと思います。